さんこんにちは。番組ナビゲーターの雪沢智子です。今回は栗浜花の国にありますエアライフル場をご紹介します。この施設ではエアライフルとビームライフルなどの射撃を楽しむことができるそうなんです。神奈川県公安委員会の指定射撃場である栗浜花の国エアライフル場、従来は紙の標的を使っていましたが、今年2月に電子標的システムを導入しました。ではエアライフル場をご案内いただきます。広田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらがその場所なんですね。初めて来たんですが、はい、こういう雰囲気なんですね。はい、今回紙の標的から電子標的に変わったということなんですけれども、はい、そのメリットはどんなところなんでしょうか。ご覧の通り施設の中にですね、こうやって皆さんにモニターで見せることができますし、紙だとこういうふうな形で小さいこう点ですから分かりませんので、それと、ルールが変わりまして、電子標的でやらなきゃいけない形になってしまいましたので、それが一番の原因ですね。ビームライフルの方は光線でやりますから危なくないですし、そうですね、小さいお子さんから年配の方まで、どなたでも打てる形になると思います。そうなんですね。はい、私ちょっと一度も見たことがないんで、どんな風に打つのかっていうのを見てみたいんですが、はい、見せていただいてもいいですか。はい、承知しました。ではこれからのビームの方を打つような形にしましょう。はい、はい、これはリアサイトといいまして、こちらがフロントサイトといいますね。でこちらのリアサイトから見てフロントサイトを通して、前の方の標的の黒い丸が同心円になる形で、引き金を引くと10点に入る形になっております。ちょっと打ってみますね。はい、はい、あ、真ん中10点。それすごく集中しないとなかなか真ん中には打てないですよね。そうですね。ということでビームライフルの射撃に挑戦です。では打ってみます。どうでしょう。ちょっと上の方ですね。あ、おお、素晴らしい。10点。どうでしょう、私才能ありますか。ありますね。おお、素晴らしい、素晴らしいですね。でもこの集中力で高い点数取れるとちょっとハマりそうですね。これをずっと60発打つような競技ですから結構大変ですね。だいたいそういう選手になるような人っていうのはほぼ毎回10点が出るんですか。そうですね、もう10点以外は出ないですね。だからこのビームライフルの競技の人たちはほとんど10点以上で10点いくつとか、そういう形の人たちが多いですね。10点のさらに上を目指してる。上ですね。はい、さあ、私初めて体験したんですが、思っていたよりうまくできて素晴らしいですね。ハマってしまいそうです。打ってて点数がすぐ出ますから面白いですから、それでこう競争心も出てきますし、脳にはとっては非常にいい競技ですから、ぜひやってください。遊びでも結構です。はい、いや本当に、ね、集中しますもんね。はい、確かに脳が活性化されそうです。はい、たくさんの方に挑戦してほしいですね。はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんいかがでしたか。3月27日日曜日には小学生を対象としたビームライフルの射撃大会が行われます。ぜひご参加ください。またエアライフルはオリンピック・パラリンピックの正式種目となっています。栗浜花の国のエアライフル場は県内で唯一10メートル競技の公式戦が行える射撃場なので、こちらでしっかりと練習を積めばもしかしたら2020年の東京オリンピック・パラリンピックの出場を狙えるかもしれませんよ。さて番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。お出かけの参考にしてみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。